あ、本当だ。びっくりした。なんで私のとこ来てくんないの？私ここにいるんだよっていう、なんかモヤモヤを久保さんにぶつけたかったのかもしれないですね。久保里の頭をバシャバシャってして、何やってんだと思って、ヤキには無理、喋りたかったからとりあえず隣行ってツンツンって、いざ行くってなると超近かったし、そう照れちゃって無理だと思ったからまた横に戻っちゃった。初めてだもん、自分から男の人にアタックしに行くの。精一杯。